ステータスは、ロールプレイングゲームをはじめとするゲームにおいて、キャラクターの様々な状態を表すデータである。具体的には、能力値、ヒットポイント、マジックポイント、経験値、レベル、習得した技能などを表す。講義では、キャラクターと過分な要素、例えば生じしている金品なども含む。ステータスはもともと、現在の状態を意味する英語であり、 RPG などのゲームではステータス画面と呼ばれるキャラクターの現在の状態を確認できる画面を用意していた。そこから転じてステータス画面で確認できる能力値などがステータスと呼ばれるようになった。ゲーム用語としてのステータスは一般用語としてのステータスと具体的な用例が大きく異なる。以下に一例を示す。一は攻撃力などの能力値を表し、 には健康状態を表している。そして三はキャラクターの状態そのものを意味している。他方オンラインゲームなどではアジット戦、PVP イベントでの勝利や特別イベントの成績上位、レベルアップクエスト完了などの結果として階級、称号、地位、特殊スキルがプレイヤーに付与されることがある。この場合には上述したような社会的地位と同様の意味で 用いられることもある。ありがとうございます。